アノマー効果、有機化学において、アノマー効果、アノマー効果、あるいはエドワードイコールレミュー効果、エドワード、レミューエフェクトは、立体電子効果の一つである。シクロヘキサン管内のヘテロ原子に隣接するヘテロ、原子性置換器が、立体的考察から予測される、障害の少ないエクアトリアル配置ではなく空き、シアル配置を好む傾向を説明する。年に、 J.T. エドワードによって、ピラノース間において、初めて観測された。アノマー効果という用語は1958年に導入された。この名称は、ピラノースの C-1 に炭素を指定する用語である、アノマー炭素から来ている。アノマー炭素における、立体配置のみが異なる異生体は、アノマーと呼ばれる。グルコピラノースのアノマーはジアステレオマーである。 ベータアノマーは、エクアトリアルイに、OH 基を持ち、アルファアノマーは、アキシアルイに、OH 基を持つ。アノマー効果は、一般式 CYCX、Y は一つ以上の非共有電子体を持つ、ヘテロ原子、X は、電気陰性原子あるいは、元を持つシクロヘキシルあるいは、作上系にも、一般化することができる。アノマー効果の度合いは、等の場合はおよそ1から2キロカロリー。 モルと見積もられるが、すべての分子で異なる。上手の場合、シクロヘキサン管、上上のメトキシモトは、エクアトリアルイを好む。しかしながら、テトラヒドロピラン管、下では、メトキシモトは、アキシアルイを好む。これは、シクロヘキサン管では、Y が、炭素、ヘテロ原子ではないであるためで、この場合は、アノマー効果は観測されず、立体効果が、支配的である。 テトラヒドロピラン間では Y がヘテロ原子の酸素であるためアノマー効果が地換器の配行に寄与し安定化する。どちらの場合も X イコールオメである。アノマー効果は Y が酸素の時に最もよく観測されるが管内に窒素、硫黄、リンといった非共有電子体を持つその他のヘテロ原子がある場合も見られる。アノマー効果が 安定化に寄与する具体的な方法は論点となっており、複数の仮説がこれまでに提唱されている。アノマー効果の物理学的理由は完全にはわかっていない。部分的に対立する複数の説明が提案されており、この話題はまだ決着がついていない。一等の管内のヘテロ原子上の非共有電子体とアきしある 管外の CX 結合のシグマ軌道との間の安定化相互作用、超強薬が存在するという説明が広く受け入れられている。この場合、電子共有性の非共有電子体がシグマ軌道とアンチペリプラナー180となったとき、K の全位エネルギーが低下し、より安定となる。一部の著者らは分子中の原子の量子論からの結果に基づいて、 この調教薬モデルの妥当性に対して疑問を投げかけている。アノマー効果に関するほとんどの研究が理論的なものであるが、N シグマ、調教薬仮説はこの仮説によって提唱されるアセタールにおける電子密度の再分布がアセタールの基地の実験科学、特に担当の科学と合致しないことに基づいて広く批判を受けてもいる。調教薬はヘテロ原子を含む 非観上分子においても見られる。分子が非共有電子体を有する原子を持ち、隣接する原子がシグマエ電子を受容することができるとき、分子を安定化する調教薬が起こる。この軌道の重なりが起こるためには、ほとんどのヘテロ原子で、トランス、トランスハイザが好まれるが、ジメトキシメタンで起こる。安定化では、ゴーシュ、ゴーシュハイザが、トランス、トランスハイザよりも、約3から5キロカロリー。 モルエネルギーが低いより安定である。ジメトキシエタンの場合は二つの回転可能な結合があるため安定化エネルギーは等の場合よりも約二倍大きい。アノマー効果について受け入れられているもう一つの説明はエクアトリアル配置は二つのヘテロ原子が部分的に並んでいるため双極子間の反発が起こるというものである。対照的に 空きシある配置ではこれらの双極子はおおよそ逆向きであり、より安定な状態となる。調教薬と双極子の最小化はどちらも、エステルが低イザよりも低イザを好むことに寄与している。ハイザでは、アルファ酸素の非共有電子体が隣接するシグマ、CO 軌道に電子を供与することができる。加えて、双極子は低イザで最小化され、低イザで最大化される。 2. メトキシピランのアノマー中心における酸素の非共有電子体を示した場合、ベータアノマーでは常に少なくとも一つの非共有電子体のペアがエクリプス型となり、この NN 反発によりエネルギーは不安定化する。一方、アルファアノマーは NN 反発のないハイザーをとっている。このベータアノマーに存在するエネルギー的に不利な NN 反発と、アキシアル h と、 アキシアルアルファアノマー置換器上の非共有電子体との間のエネルギー的に有利な CH 水素結合はアノマー間のエネルギー差の主要因であることが示唆されている。アノマー効果は分子のこの種の安定化に対する一般的な説明であるが安定化の種類及び度合いは調べる置換器や用いられる溶媒によって影響を受ける。 シクロヘキサンあるいはテトラヒドロピランカン、Y イコール酸素上の置換器によって観測されるアノマー効果には、差異がある。X が OH の時は一般的なアノマー効果が見られる。X が CN の時も同様の結果が得られる。シクロヘキサンカンではエクアトリア類を好むのに対して、テトラヒドロピランカンではアキシア類を好む。X が F の時は どちらの間においてもアノマー効果が観測される。しかしながら、X が NH の時はアノマー効果は観測されず、どちらの系においても、地漢期はエクアトリアルイを好む。これは、立体的効果と逆アノマー効果と呼ばれる効果が原因である。状況やクリロンに対する一般的な反論の一つは、地漢テトラヒドロピラン分子が、 極性溶媒中に置かれた時になぜアノマー効果が観測されないかを説明できないという点である。しかしながら、調教薬は K の溶媒に依存することが明らかにされている。上述したどちらの地間系も基礎、すなわち無溶媒と水溶液、すなわち極性溶媒で試験されている。X が F の時、どちらの媒質においてもアノマー効果が観測される。 これは調教薬に起因する。X が OH あるいは CN の時は基層においてアノマー効果が見られる。しかしながら水溶液中ではどちらの地換機もエクアトリア類を好む。これは空きシあるくらいの地換機が極性溶媒とより静電反発を起こるためである。X が NH の時はアノマー効果は観測されず、地換機は常にエクアトリア類を好む。 アノマー効果は分子の安定化を引き起こすことができるが、その安定化には大きさがあり、この値はその他のより不安定化に寄与する効果によって乗り越えられる。スピロアセタールの例では、ジョーズの左上の廃校は2つの超強薬アノマー効果による安定化を示しており、分子の廃校は大きく安定化されている。右上の廃校は超強薬アノマー効果が1つであり、 相対的に不安定である。しかしながら、スピロアセタール骨格に痴漢器が追加されると、安定構造は変化しうる。左下に示すように、大きな痴漢器がスピロアセタール骨格に追加されると、この大きな痴漢器 R が空きシア類にあることで、歪みが生じ、分子は著しく不安定化される。アノマー効果の拡張である、エキソアノマー効果では、 アンチペルプラネアーハイザが立体障害が小さいにもかかわらず、痴漢器がゴーシュハイザを好む。2メトキシテトラヒドロピランが一つの例である。アノマー効果から予測されるように、メトキシ痴漢器はアキシアルハイザを好む。しかしながら、メトキシ痴漢器と肝との間の C o 結合の回転によって、アキシアルハイザは一つだけではない。逆アノマー効果の原則を適用すると、 ゴーシュハイザーが有利であり、上手の上段左のハイザーが最安定であることが、示される。この欲は実験事実によって縮れている。その上、ゴーシュハイザーが有利となることは、エクアトリアルハイザーでも見られる。逆アノマー効果とは、酸素といった電気陰性原子を含む管における性に加電した窒素地管器が、エクアトリアルハイザーを好むことを意味する。 部分的にまさに過電した炭素を含む痴漢器では同じ効果を示さない。これが本当の現象であるかについては論争がある。窒素を含む痴漢器は非常に大きいため、もし逆アノマー効果が存在したとしても、通常の立体障害による効果と逆アノマー効果を区別することは困難である、と指摘されている。例えば、数で示されている分子においてピリジニウム痴漢器は 立体要因で予測されるようにエクアトリアルイを強く、この無が予測されるよりもこのハイザがより有利になることが実際、示されていることから逆アノマー効果が寄与していることが示唆されている。アノマー効果は合成的に考慮される。糖において発見されたため、糖や炭水化物の化学において合成的に用いられることが多い。例えば、K2 ヒイコールクノールグリコシルカは、 アルファ OR あるいはベータ OR を高い、ジアステレを選択性、アノマー効果によって影響されるで導入する。ソホロリピドラクトン、レピサイデン A、リシスパーマサイドはア,アノマー効果を乗り越えた、ニッヒ効力ノールグリコシルカによって合成された、少数の例である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。